ドクさんの A ちゃんを見る目がちょっと気持ちが悪い。たまに。ちょっと目を染めちゃうけど、目を染めて口角上がっちゃうね。うん、いやー、この家にプリンターあれば印刷するんだけどな。で、部屋に入りまくるんでしょ。やべえじゃん。やべえやつじゃん。めっちゃ怖いな、今日も。今日も可愛いよ、A ちゃん。僕の PS ネス、僕だけを見ておくれよ。気持ち悪いな。俺気持ち悪いで自分で言っちゃうのがまずよね。可愛い動物みたいなもんだと思ってさ、俺が近づいても。バレンタイン、どういうこと？可愛い動物で何？徳さんを動物と、いやいやいや、本当そうよ。見て、あのちょっと悪いかもしれない、ストーキング的なことをするのはもう許してくれということっていいんだね。いや、そういうことだね。そういうことかい。いや、そういうことだよ。あの否定してくれよ。いいアングル狙ってる可愛い動物だと思ってます。やめてよ。よし、入れた。これ軽快な動きだから結構動物に見えんじゃん。あ、A ちゃんはあれか、あの収集家の。あ、そう、今ちょっと服着てた。持ってるの忘れてたんで今。これあったんだ俺の。うん、これ今あのモッドで動物の視線にしてるぐらい低い。動物みたいじゃん。いやいや、そんなにほら可愛らしい。すばしっこい動物、気持ち悪いけど、あのゴキブリのあれみたいな。ラスカルみたいな。カサカサカサって虫侵食してる。カサ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 。気持ち悪い。ギヨン、ドクさんのギヨンカサカサカサ。やめろ。何が？うわ、殴れんのかい。今何の招待？ヨウチンさんからレベッカさんに招待ありがとうございます。うちの掲示板にもう一回幼稚園が定めに行ったってことですか？掲示板、はい、掲示板ビッグバレー の, あのいつもの部屋に。ああ、はいはい、幼稚園が追加されて。あ、まだ反映されてないの俺。うん、ラウンドだ。エドワーズさん入って、うん、はい、なんかもう幼稚園はそっちをメインにしたいらしい。うん、点灯系そっちをメイン赤にしたいらしいんだ。ああ、はいはい、そうですね。うん、あ、なんか言ってたな。あれ切り替えたんだ。もともとのメインが全然使ってないからっていうのを言ってた。俺あっちのキャラの方が好きなんだけどね。何これ、どうしたの？あのね、撃ってるな。足跡を追跡するで、はいはい、未知の動物って出てくる。あー、なんか徳さんのことでしょ。徳さんのことでしょ。いや、俺じゃないじゃん。未知って気質の動物だから。これあれじゃないの、あの馬じゃねえの、プレイヤーさんの馬じゃないの。待って、未知の動物に入る。未知の動物っていう名前を登録しようと思って。あ、これ馬の名前が未知の動物なんだ。びっくりするじゃないか。それはや
うん、あれだね、あのミシシッピワニってな馬の名前につけた人見たね。それ乗ってる人がマジみたいな。そう出たで、そうだ。懐かしい。あれ何年前か。いやもうあれ初期メンバーが揃ってた頃だったからね。いたんすよ。あのマリオの格好かなんかで。そう。マリーミシシッピワニ。ルイージさんだ。もしかしたらあれじゃないな、ツイッターめ、遡れば動画に残ってんじゃないの、僕さんの。ありますよ、多分、うん、メディアで随分ガーッと探せば、うん、レベカの初期メンバーいたところの動画。そう。ちなみに本当初期メンバーの時に今やってるあのレベッカさんが昨日配信でやったガンマンのやつがありますよね。そうそう、あれをやってた、ソラさん。ソラさんと俺で作ったルールだからね。そう、うん、なるほど。2人で一緒にやってたんです。あ、ヨウチンさんがね、私のパーティーお邪魔してもよろしいですか。あ、じゃあみーちゃんお願いします。レベカも、でも大丈夫なの、こんな若い子。若い子だからね。お父さんのおごっちゃうよ。で、今なんかしてた。あ、もう、ね、大体全部終わっちゃってどうしようかなぐらいの感じだった。挑戦回してこの時間だとやっぱみんなだから何しても異常だよ。なるほど、惰性で遊んでた感じだね。考え方ないじゃないか。別にそれをなんか悪く言ったつもりはないから大丈夫。許してくれ。みんなレベッカさん待ってたんですよ。本当に俺もう今日あの仕事帰ってきたらもう眠いってなって寝たら、あ、疲れちゃう、うん、あ、寝たんですね、うん、あ、じゃあ今元気 100% か。そうだね、11時頃に起きたなんかじゃなくていつも状態低いですよ、うん、疲れてんのかなみたいな。寝る時間ちょっとおかしくなっちゃった。暴れてる。いやもう あれでしょ、とりあえず幼稚園さんパーティー招待推薦しておきますね、うん、なんか場所変える、場所変えようか。バレンタインはだいたいねえ、めんどくせえことになるから。お若者が来た、若者が。ヨウちゃんお疲れ。お疲れ様です。うん。あ、今日なんかマイクの調子すごくいいね。お、めっちゃいい声。うん。目覚めたらなんですよ。めっちゃいい声。たまに R2D2 だな、でもやっぱり。たまに R2D2 がいいと思う、これはヨウちゃんさん。ゲームやめると九州は本州にゆっくり戻ってくるんだけど、始めるとどんどん離れていくからさ。その繰り返し。え、自分気持ち良いですか。なんかで、ね、たま 今はいいんだけど、たまに R2D2 になるなっていう。マジか。応援っていう。おお、すげえ、今かかったよ。今応援もかかったよ。R2D2 かかったよ。それ調整できるんだったらもうプロよ。もう R2D2 として、めっちゃ面白いキャラクターが出せるようになる、ね、スターウォーズのスピンオフとかで活躍できるようになるね。R2D2 の声出したら幼稚園さんの声入りましたもう幼稚園の声出てこなくなっちゃうじゃん、そしたらあ、ちょっとちょっと PK さんいけたな。 PK さんいいね。どうした、まっちゃん反応が早い。打ってきたの、やっぱここだよ、ここ、ここランク5の人だよランク5の人だよあ、この世界まだ浅いでしょう。もしかしたら、もしかしたら手振ろうとしたらトリガーを押しちゃってみたいなことあるからさ。それかもしれない、ランク5だから。俺もね、一昨日かな一昨日かな、俺ね、馬乗ってバレンタイン向かってたらすれ違うプレイヤーが来たなと思って、はい、まあ、ちょっと避けとこうと思って避けたら同じ方向に避けちゃって、あで正面衝突したの。あで申し訳ねえなと申し訳ねえなと思って俺帽子下げるみたいなのやって、うん、そしたらね手振り返してくれたのね。あ、よかったと、分かり合えたぞと。でさらなる感情表現をしたら、あのダイナマイトや打ち込んでただね、不幸中の幸いでね、相手と私の間にちょうどね、標識が立ってて、うん、そこにダイナマイトやがバーンって当たって、相手に当たんなかったんだけど、相手はもうタチの悪い PK プレイヤーだって思うから、そうそうそう、もう即私の頭へっしょよそれはもう仕方ね、殺してくれと思ったわでその後メッセージで、ソーリーミステイクって送ったらおお、ソーリーって返ってきた。こう、よかったよかったってなった外人だったんですね、よ
かったわ本当に。ただの立ち悪い PK プレイヤーで合流しました、日本にいるぞみたいな、レベッカ・ウィリアムズみたいなのやだから、なんか手、そうそう手振ってきたなと思ったらダイナマイトやだから、もしかしたら友人の方の民芸団がいっぱい。あー、いや、それだけ3つなんですよ、今。なんでだろうな。じゃあ、ちょっと1回オープンにするので入ってもらう。あ、了解です。トリちゃん、1回、あの、フレンドリーファイヤーオンにしてもらっていい？やめなさい。何の集団なの？お邪魔します。なんでその、フレンドリーファイヤーすぐにオフにするの早いんですか、今。あ、できない、3回。よしよし、捕まえたぞ、動物を捕まえた。連携が取れてる。えちゃん、動物を捕まえたぞ。ダメダメ。お前を。追いかけてくる動物を見つけたぞ。捕らえられたけど可愛いのかな。はいはい。泥遊び泥遊び、うん。じゃあもうフレンドリーファイヤーはあのオフにしていただいて結構です。いやり方が汚いよ。せめて殺せよ。ただ泥だらけにされただけじゃないか。帽子も脱がされてね。あ、そうだよ。あ、ぬるっとしてる。あ、やじ落ちた。はい。今日もぬるぬるしてる。一回入します。うんうん。了解。今日もぬるぬるしてるね。バイバイ。お。バイバイ。毎回言われますね。ぬるぬる。すげえ。すげえ泥だらけだな。どうした徳さん。いやいや。何があったの？何があったんだ。いやエドワードが将軍だったじゃねえよ。俺の帽子かぶってら。何があったんだって人が一番かも。一体何があったというんだ。見すばらしいね、本当。わかりやすい犯人がいたな。一番本家みたいな格好しますけどね。何があったんだじゃないんですよ。そりゃそうだな。まっちゃんに縄かけちゃダメだね。OK 。とりあえずじゃあ、皆さん入っておこう。ジョーチンがまただよ。すごい可愛い声だね。ドクさん、ヨーチンがまただよ。何こいつら。おい、おい、めんどくせえぞ、今日も。みんな今日もめんどくせえぞ、この二人。なったばっかりか、お酒言ってるな、これ。ミュートできねえかな、この二人。この二人。俺もせっかく。どうにかして、どうにかして。いや、俺はまだ正気だけどね。あ、両親のセットになるとバフかかるけど。負荷が、負荷が。セッションに負荷がかかる。そんなやり方はしないんで大丈夫です。動きましょうか。両親さんが入ってから、両親さんが入れない。まだ、今 60% っす。絡みたいんだな。そのうち銃撃ってくんだよね。こう絡みたくて無視されると銃撃ってくるんだよ、最後。パターン。70%。あ、わ、R2D2 完全な R2D2 70っていう数字だ、70%昔の何かできるぞ、あと少しで相手ドクさん、なんでドクさんだったんだろう。なんでドクさんだったんだろうね。めちゃくちゃ面白い絵が撮れてる。じゃあもう移動しよう。あの幼稚もあの場所だけ教えて移動しよう。うん、どうしますか。とりあえず一回マクファーレン行きますか。一回マクファーレン食べますか。そうですね、はい、マクファーレン。あれ、あ、そうです。あれ、ヨーチンさんの俺サバーカー登録しなかったっけ。あれ、あら、落ちた。落ちたのか。下かな。この感じ落ちたな。タイミングおかしいから。PS 自体落ちてるよね。あの前こっちが外れる。そうですね。排熱がすごい。落ち方。排熱がすごい。まあ排熱音がすごくて。掃除機を見て、掃除機みたいな音してましたね。なるほどね。みんな PS の冷却とかどうしてんの。あ、俺買いましたよ、今日届いて。パン。何もしてないな。夏乗り切れんすよ、今年。あそこ、俺これ買ってから初めての夏だ。これ空調屋で働いてるもんだから、このねエアコンのあの吹き出し口の半分をねダクトつないで、あの PC 通して PS4 に送るみたいな。すげえ冷たい空気を。すごい。そんな感じでやってるよ。
っぱこれ熱やばいんですか？夏場はエアコンで部屋の温度はある程度ね下げとかないとしんどいと。じゃあそれで一応なんとかなりますエアコンぐらいで。エアコンで大丈夫ですよ。部屋の、うん、俺みたいに直接送るみたいなことしなくていいです。了解です。ただなんかね、PS4 には当たり外れがあって、うん、私のフレンドさんの PS4 がそうなんですけど、中のグリスが完全に塗られてないやつがたまにあるらしいんですよ、ね。そうするとものすごいなんか熱に弱くなったりするらしい。あ、来た来た。あ、出した、一応。あ、帰ってきました。あ、入っちゃった。この帽子嫌だ。よかったよかった。嫌なんですか？おい、今、誰の帽子に文句つけたんだよ。俺、スマホいじってて、俺そこ引っかかったぞ。なんか、なんか嫌だな。帽子欲しいって言ってたけどな。いいな。言われたけどな。いやだから被ってみたら、あ、違うってなるんだよね。かぶっちゃう。それはもうドクさんしかね、似合わないと思う。最近ようやくだよ、この学校してもう1年ぐらい経つけど、うん、ようやく可愛いですねっていうリプもらいましたけど、つい最近可愛いですって言われました。男性に。男性になんでそれは分かんないかな。あ、男性か。いや、男性か。そんな別に言わなくていいもんね。俺はまあでもね、男性か。うん、本心で言ってるかどうかっていうところでしょ。だから可愛いって世界共通語ですからね、今。 KYKA もしかしたらもうないかもしれない。なるほど。 KWAYI 可愛いわ。どうした、どうした、泣いてる、泣いてるの。涙ぐんで言葉が出ないわけじゃない。あ、そうか。よかった。君に泣かないですよ。ほら、女性票入りましたよ。男性諸君、わかるか、この可愛さが。あ、みんな見ると。いやね、いやね、今 A ちゃんが被ってんだけど、こういうことなんだよな、可愛いって。見てこれ、俺ちょっと今スクショ撮って送るから見てごらん。これしかなかったの、うん。どうしてそうなったんだろうね。前はね、服着てたんだよ、みんな知らないかもしれないけど。赤のチェックだから今それこそB ちゃんが着てるシャツあるでしょ。うん、それみたいなやつ着てたんだ。靴も履いてたし、うん、急になんかね、民警団内でちょっと俺もちょっとソラさんみたいにワイルドのありてとか言い出して、いや別に、うん、そのワイルドのワイルドを間違えちゃってる感じだったんで最初。とりあえず服脱いで、うん、裸足になってみたとこから始まったんで。嫉妬したところから始まったんで。そう、そしたらジュンさんが大西ライオン。マイルドだな、マイルドだなって。そうそうそう。どこで誕生したの？あれもそれも動画にありますよ。マイルド、マイルドの。そう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 。あるね。徳さん、ジュンさんもゲームやめたんだって。初期メンバー。ジュンさんが唯一僕に優しくしてくれた。そうだね。あの時は。そうだね。俺が変なこと発したとしても、そうだね、ドクさんって言ってくれるから。そうそう、ドクさんと一緒に私をはめるのはいつもジュンさんだったね。うん、これ見て、俺が今やられたやつ、さっきすごい顔してる。顔すごないこれ。さっきの一般のランク5の人が今隣にいるんだけど、今実際に、うんうん、あ、まだいる。殺されたやつがさ、まだここにいるんですか、ドクさん。ちょっと待って、すげえな。これいいな。なんか絵になるな。すげえな。すげえな。顔の左半分失ったみたいな感じになってる。これちなみに、あ、そう、ランク5のやつがすげえ、まで引きやがった。もう
もうみんなって感じ、うん、マクファーレンで、うん、ドクさんを待っている。マクファーレン行ってんの？そうそう、待ってるんだけど。言ってたよ、うん、ちょっとおい、似合って笑ってるだろ、ヨーチン絶対、うん、ヨーチン、いやもうヨーチン、これは言って、これは言っていいと思う。ヨーチン言ってたよ、もう言ってたでしょ、うん、めんどくさい、めんどくさいからさ、ね、まあ、とりあえずマクファーレン行こうぜっていう話したはずなの。行って改善してこうって話したじゃない。すぐ僕をそれで出し抜いて。本当。悪い話してんな。お前は二十歳になって変わったよ。これが大人になるってことだね。よくない。よくない一歩だぞ。成長したな。よくないぞ本当に。なんでこんな大人たくさんいるのに協力しないんですか。違う、俺はないぞ。君の協調性がないこと今突っ込まれてる。マクファーレン行くよってみんなマクファーレン飛んできてるのに、なんか先のやつが隣にいるみたいな話してまだいるんですかってなるでしょそりゃ。とりあえずじゃあもうなんか別になんかするわけでもないならもう列車に乗ろう、うん。とりあえず列車乗れば何が起こるんですか。いや、わからない。列車ないな。列車ない、ないけど。あの向こう逆から来る列車やろ。あーっていうか、この方向だっていうか。あれ、出てった。まっちゃーん。うん、どうしたどうした、ごめん。ごめん、ごめんかった。あ、まっちゃーん。あ、よく乗ったね、うち今。すげえ勢いで乗ったね、うちが。ワープしたよ。B ちゃんどうしたの。いや、なんかやらなくていいんですか、今日の挑戦。あ、今日の挑戦、ただ走りつまりますよ。いや、でももうレベッカでは1個やってるから、別にエドで続けてないからいいかなと思ってる。あ、なんかね、うん、ドクさんがぐるんぐるん回ってるんだけど、下に今電車の車輪でもない。電車の下で嘘。車輪の下でぐる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 。ああいうのが爆発性装置って言われるからダメなんだって。あ、ひでえなこれ、ひでえなこれ。得意なやつだね、ドクさんの得意なやつだね。どこでやってる。本当だ本当だ、あ、本当だ本当だ、すごいすごい。いや、見える見える見える。すごい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 。スタントマンだな、ドクさん。スタントマンだな。いや、どんどん後ろの車両に移されていくけど、どうだ見えなくなっちゃった。もう置いてかれた、か多分カーブで、じゃあ、うん、弾き出されちゃったね。本当はメス抜けて、いやいやって言う武器だよ。どこっつったよ、メス探すんじゃねえ。いや、もうぐる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 回ってたよ、今。ぐるぐる回ってたよ、うん、何が協調性だよ。気持ちいいぐらいぐるぐる回ってたね。何それ。なんで何今の？ねえ、すごいスローダウンしたと思ったら、あの、うん。何これ？あいつ居眠り運転じゃないの？ちょっと俺が行ってくるよ。うん。本当に目つぶってる。ダンザス。おいおいおい、みんな意外と飛んだ、意外とあの爆風の範囲が広かった。俺もだいぶ離れてるよ、ね、おいおいおい、俺帽子どっか行っちゃったな。顔面、うん、どうさん、俺も今日今のしかやれないわ。もう俺もうなくなっちゃった、ダイナマイト。じゃあ俺もやってほしいっていう流れを持ってったわけじゃないんだよ。あ、そうなの。だって俺それ準備してないから今。俺だってもう欲しがってると思ってたんだけど。一人で向こうにいて。本当に居眠り運転はダメですよっていうね。ああ、そうなんだ。注意で僕は見に行って。それは本当に申し訳ございませんでした。てっきり終わっているのかと思いました。社長知らないんだな。そういえばそうだよ、何事もなかったよ、ね、今社長したんじゃないの。警戒飛ばしてるけど、すごいね。今まで目覚めたんじゃないか。あ、かもしれない。あ、これでアルマジロに向かうの。そうさっき来たあの道を逆に、うん、今度行って、でシーブズランディングのところぐるっと回ってちゃんと乗ったことなかったな。危ない。なんかアライグマ乗ってきたね。仲間でしょ。
ライト頑張ってる。あ、綺麗。あの、エイちゃんさんすごい真っ黒で。うん。多分ここにいる人はね、あの、いや、前が黒くて後ろが真っ白。そう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 。自分自分だけなんですよ、ほら。そうそう。黒なんです。そうそうそう。エイちゃんさん顔がすごいんだよ。全員そう。顔が。あ、本当だ。顔したら。あのね、あの。何笑ってんの彼女。そうそう、なんかね、健やかな顔してる。なんか知らんけど。怖い。あの、覚醒したジョーカーみたいにあの、うん、顔を真っ赤にして口角上げてる。なんか、なんか何かを達観してる感じがすごくある。狂人が目覚めた。14歳にして何かを悟ったんだよね、今の爆発で。怖い怖い。爆発が芸術だって思うよね。あ、考えてみたらね。なんだっけ、その人。あ、山田さんじゃなくて山本じゃなくて、なんだっけ、芸術は爆発だ。太い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 、うん、太いな。チューペットだからね、あれ幼稚園。チューペットって言うと、チューペットです。あの棒状の、棒状のアイス知らない、あの、あー、チューチューアイス。そうそう、チューチュー、チューチューアイスのこと。地方で違うのかな、言い方。うん、関東地方ではチューペットっていう名前で、うん、大体はスーパーとかで売られてる。いい顔してんな、ほんと。美味しそうですよね、美味しそうですよね。だいぶ吸い慣れてる感じですよね。ペイちゃん気をつけて、あの、あのね、加えて、加えてる時の口をね、あの、いかわしい想像してるよ。そうそうそう。俺、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 変態です。次は俺、キャラデザス、キャラデザス変えるじゃん。俺はそんなつもりないぞ。あくまで、かわいいっていう感じを見てんのに。本当かい？本当かい？君の脳内では加えてるものが違うんじゃないのかい？いや、本当にこれ、これはもう真剣にやっちゃうか。俺はそんな人間じゃない。あ、今日金玉キラキラ聞き読めたかな。すげえアルツリス決め台詞をピポパピポパ言ってたわ。で、なんでお前ここで金玉キラキラ金曜日ぶっ込んできたんだよ。え、今日そういうテンションかな。そういうテンションかな。振り切ってる日だったのかな。この時間だから。すごいな、顔も血まみれだな。俺こんな血まみれだったんだ。だとしてもジャンルに含まれてたら何言ってもいいわけじゃないんだ。下ネタのジャンルに入っていればもう脈絡なく言っていいやつじゃないんだよ、それ。泣かれたもんがあるでしょ。すごい、あ、なんだ、どうしたどうしたどうした。なんか NPC が急に列車から飛び降りたけど、この電車は幼稚園から運転する。あ、幼稚園トレインやん。そう、あ、幼稚園トレイン、幼稚園トレインはこれどこに向かっているんですか。地獄、地獄、地獄行き、地獄行きでございます。地獄行きでございますか。こっち向くんだ、この汽車って。最終的に本当だ、左手が血まみれです。きっとあのさっきのあの車掌さんをぶん殴った左手だろうな。血しぶきが半端なかった。幼稚園意外と列車ずっと運転しなきゃなんないのめんどくさいよ。列車で運転楽しいですよね。本当に楽しんだったらいいんだけどさ。なんかお腹空いてきちゃったな。ちょっとやめてくれよ。メッセロはちょっと今僕手元に何もないんで。うん。ダイレクトに食らってしまう。あ。あ、なんか銃声、銃声どうした。はっ。はっ。まっ。やられたな。やられたな。A ちゃん取り打ちコンテストここで開催できる。やってみますか。ちょっとやってみて。俺はできそうだった。ちょっと幼稚園はちょっと今回はおみそということ。
まあ残念、チーム内放送と内部放送しかできないので。へえ、あ、じゃあダメだな、あのエリア出ちゃうな、列車乗ってたら。可愛いの食べたの。わあ、びっくりした。あ、でもここいいね、すごい。ここで写真撮ったらいいんじゃないの。すごいいい景色だから。すっげえな、撮れますか、写真。うん。ちょっとみんなここに乗ってみ。使おう。真っ黒だけど、なんか知らんけど、服が。押してくれした。うん。これ、あ、うわーい、うわーって今。どうした。え、みちゃんどうした、どうしたの。二人して落ちた。二人してシングルに閉じた。あ、よかった、そんなに。あ、いるね、いるいるね、うん、よかった。逆に服が綺麗になってよかったんじゃないの。あ、そうかもしれない。みんな一回落ちるじゃん。考えるとみんな一回落ちる。落ちよう、落ちよう。ふざい、ちょっと待って、動画撮りたい。ふざっさ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 っ。なんで、あ、服きれいになった。きれいになった。シャ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 ーみたいな。普通にバンジーぐらいのテンションでみんな飛んでる。そう、ドクさんと B ちゃんがこっちに向かってる途中でなんか落ちてく差も見えなかった。いや、見えた見えた見えた、うん、みんながなんか、うわー、死体がほら見て、ドクさん、あんな見たら俺は絶対足滑らせない。危ないね、よくそんなギリギリ行きますね、B ちゃん。危ないよ。押さないで、押さないで。お前ちょっと、お前何のためにお前死んだんだよ。真っ黒になったの、毎回バカ野郎。何がいいっす、これがいいですよじゃないの。これがいいですよ、これがいいんだよ。ちょっとお前、もう本当の真っ黒だな、お前。汚ねえ、真っ黒になっちゃったな、お前。なになになに、燃えてるね、燃えてるね、ずっと燃えてるね。あ、収まった。でもTちゃんさん、エドワードさん、めっちゃ真っ黒。じゃあちょっと一回落ちてみな。そんな軽い感じで飛ぶの。一回落ちな、一回落ちな、みんな一回落ちな。みんなめっちゃ遠い、みんな行くな。俺ドクさん落ちないな。あ、いや、行った。あ、バス、あ、え、バス、バス、バス。あれ、どこ、これ。あ、じゃあ俺下来ちゃったじゃん。あれ、みんな上、やったの、落ちたの、これ。でもあれだね、雨降ってきちゃったね。写真どころじゃなくなっちゃったね。注意したんでしょ。諦めて知らせるからでしょ。次、トフさん。なんて運転疲れた、長距離だもんな。次、トフさんの運転。そしな、運転席近寄らないでください。やりますよ。疲れるのね、状況。あ、汽笛の音するよ。汽笛の音がする。なんで？なんかいいの？めっちゃ鳴らしてる。うん。えちゃん？誰が先頭にいるか見て。うん、まあ、あの、組合長。え、怖い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 、組合長じゃないの？いや、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い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 、なに、あ、だめ、テンパっちゃう、俺テンパっちゃう、気持ち悪い。なに、なにが、なに、なに、ちょっと待って、今どういう状況か、今スクショに撮りました。え、列車が消えた、列車が消えた、ちょっと待って、列車が消えたの、ほら、うん、まだ、ちょっと待って、ちょっと待って、お前らまだ薄い、ちょっと待って、 B ちゃんが、 B ちゃんが高速で上下運動してる。すごいすごいすごい、掛け分身の術だ、掛け分身の術です今。戻った。ちょっとこれ動画に残るかな、これ。ちょっとこれ面白いな。しばらくビーチ掛け分身を皆さんお楽しみください。A ちゃんは先頭でランタンを掲げている。あ、B ちゃんさんだけちょっと高いところにいるからが。あ、あ、ドクさんも、ドクさんも、あ、ドクさんも掛け分身。あ、じゃあみんな、みんな、ドクさんも掛け分身の術。みんなこっち登ってきたら掛け分身しちゃう。多分高いところ登ったら掛け分身の術始まるね。すごい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 。うわうわ、目が痛い。うわ、すごい。気持ち悪いだろ。すごいなんじゃない、これ。すごいな。見たいな。どうなってんだろう。見たいな。普通に見えるな、これ。うわうわ、すごい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 。
あー、 B ちゃんの掛け分身の術のガッツが終わった、うん、あ、じゃない、一人に与えられたガッツ、チャクラが切れたみたい。あ、でもまた始まったよ、 B ちゃんの掛け分身、すごい。ドクさんは、ドクさんはね、今ね、 A ちゃんの掛け分身があの高速で動いてるから頭の上にトン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 って乗っかってあの上空を維持できている感じ。よくわかんないでしょ。よくわかんないでしょ。俺も言っててね、言っててわかんないけどね。あの的を得てんのこれ。あ、何これ。じゃあ動画楽しみにしてますわ。これ皆さんランタンは反映されてるんですかね。反映されてるね。うん、みんなランタンは、ね、ランタン持ってんだね。みんなランタン持ってる、ね。うん、持ってるね。すごい。すごい、何これ。これまだピーク、うん、これ列車動いたらレベッカさんどうなんだろうね。わかんないけど、俺動かしてきます、ね、ちょっと動かしてきてみて、うん、いや、なんかこういう時このゲームワクワクするよね。もういろんなすごい、こういうこういう、あ、あ、え、動き出させたらなんか乗っかった俺普通に。あ、列車出てきた、溶けた、うん、溶けちゃったな。ほら俺上がってきたでしょ。いや、ずっとさっきから上がってるんだけどね、こっちから見るように。あ、そうなの、途中から上がったね。へぇ、いやぁ、あ、痛い、あ、痛い、あ、痛い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 、どうした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 、みんな頭当たったんだ、上で。あー、なるほどね。あ、痛い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 、死んだ、ちょ、待って、死んじゃダメ、あ、痛い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 、なんで、行きは大丈夫だったのに。なんで帰り当たるの。いや、ちょっと待ってます、押したからまだ湧いてないでしょ。あ、死んだんだ。あ、え、また列車、ね、ちょっと待って、あの、あの、そう、あれだわ、運転席から外れると列車消える。え、じゃあ、うん、で、あの、また洞窟内で影分子の術みんなで始めてる。これ洞窟、いいじゃん、なんか場所変えての。なになになにこれ。いいな、得してんな、よかったね、撮影者がそっち側で。そうだね。うん、よかったよかった。すごいな、トンネルだと何やるわ。 B ちゃんが今、 B ちゃん今武空術も使ってる今。これあのルーラーミスったみたいになってるの。うん、そう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 、高速で何回もね、ガガ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 ッツ。リレームと使えよ。で、 MP 切れたら一回収まるみたいな。学習しろよ。学ばないんだろうね、それも楽しいんだろうね。それが A ちゃんさん戻ってきたかな。 A ちゃんさんは、 A ちゃんは普通に落ち着いている。あ、だめだ、 A ちゃんも始めた、うん、で、これ動かしちゃうと結局なんだよ、ただこれもうものすごい目が疲れてる。 A ちゃんの目がまた縮みに行ったんだって。あ、戻った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 、うん、列車戻った、また絶対が。で、皆さん、僕が動かすとぶつかるから。あ、今スタミナ真っ赤だね。めっちゃ疲れてる顔してるもん。あ、あ、こけたこけた、あ、だからさりげなくしゃがんだんだけど今。ヨーチン、ヨーチンが頭から落ちたせいで、あの心理戦始まってるな、後ろに。父だし、こっそーりしゃがむ。何これ、これはそうだなと思ったから。あち、もう一回死んだからね。あち、あ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 、純粋に、純粋に落ちた。ミスって操作ミスで。あ、ダメだ、 A ちゃんが、あ、違う、幼稚なのあれ。やっ、しゃ、よし、あったっつ、うっす。最後の柱でぶつけた。あ、幼稚に死んだ、幼稚に死んだ。どこで今死んじゃったの。お疲れ様です。どこで湧く、あ、目の前か。